昔々、上加賀田の中屋津あたりに小辛坊という息子と年老いた母親が住んでいました。貧しい暮らしでしたが、小辛坊は親孝行で親子仲良く暮らしていました。母親は駅でいるうちにいろいろなところを見てもんだ。中でも尾張の国対馬の祇園祭りは日本一の祭りだそうだ。それを見ればこの世に何の望みもねえ。しかし対馬は遠くて行けねえし、と口癖のように言っていました。ある時突然小辛坊が、おっか、オラが対馬に連れて行ってやって、と言い出しました。母親はびっくりして、連れて行くってミリア三里のところでねえぞ、行けるわけがねえべ、と呆れ顔で言うと、いや、オラの言うことをよく聞けば行ける、誰にも言わねえでこっそり行くべ、と小辛坊は答えました。そして祇園祭りの前の日のことです。突然小辛坊は、おっか、目隠しをしてオラにおむされや、だどうも途中で目隠しを取ってはなんねえど、と母親に言いました。母親は小辛坊の言う通りに目隠しをして小辛坊の背におむさりました。そして何時か過ぎました。おっか、対馬に着いたから目隠しを取ってもいいぞ、と小辛坊が言いました。母親はそっと目隠しを取ってみると、そこは祇園祭りのお飾りが町中に飾ってある対馬でした。にぎやかな対馬の祭りをあっちこっち見て楽しいひとときが過ぎました。そして祭りが終わった夜、来た時と同じように小辛坊におぶされて家に帰りました。おっか、よかったって、ほら、この上もねえところ見せてもらって、心のぼりがねえだよ。そうか、よかったな。だがおっか、ほら、よくよく疲れながら、明日は一日中休ませてもらうぞ。おらの部屋はあげねえでもらいて、と言って、自分の部屋に入ってしまいました。ところが、夕方になっても起きてこないので心配になった母親は襖を音のしないように開けてみました。すると部屋には小辛坊の姿はなくて、天狗が八畳間いっぱいに羽を広げて寝ていました。母親はびっくりしましたが、そうと襖を閉め、知らんふりをしていました。二三日して小辛坊が、おか、おらごど見だって、おらの正体を見たにちげえね。親子で暮らしてるのは山々だが、オラも旅に出るほかねえだ。体に気ぃつけて元気に暮らしてもらいて、と家を出て行ってしまいました。母親は小辛坊の正体を知ってしまったから引き止めることもできません。小辛坊は大檜山にこもりました。しかし昼間になると時々帰ってくることもありました。ある冬の日に、
おっか、何か食いてえものがあっか、とご辛抱が言いました。母親は、おらはタゲの子が食いて、しかしこの館中にあるはずもねえでな、とつぶやきました。ご辛抱は、大檜山に来たらやってと言ったので、行ってみると小さな竹の子が出ていたのです。何日か過ぎて、ご辛抱がやってきて寂しそうに言いました。おっか、おらはいよいよ長い旅に出かけることになったが、おっかの生きているうちは食べるものは心配すんなよ。大檜山には寒中になってもタゲの子が出っからな、と言い残して、ご辛抱は再び姿を現すことはありませんでした。親孝行のご辛抱は、実は大檜山の天狗様だったということです。